算数問題、意外と戸惑う簡単な問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。ある物質は液体から固体になると体積が13分の2増えます。この物体が固体から液体になると体積はどれだけ増えますか？では解説をします。液体から固体になると体積が13分の2増えるということは、13個に分けたうちの13個から2つ分増えるので13分の15になるということです。これが逆に固体から液体になると15個に分けたうちの15個から2つ分減ることになるので15分の2減ることになります。おまけ問題です。図において DE の長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。